おはようございます、松潤さん。今日はね、2個動画を送っていただきましたので、1つにまとめて返信動画を送らさせていただきます。えー、今回で36話になりますね。うーん、まあ、川島英子さんシリーズがね、あの、尾崎豊さんシリーズの次にこう、リスト化されるわけですけども、えー、まずね、あの、再生リストですか再生リストっていうのにまとめて、 行くといいんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうかあ実はね再生リストにまとめられてるところをちょっと見たんですけどもこれ松潤さんがされてるのかなそれとも他の人がやってるのかなって考えてるんですよ松潤さん再生リストってやられてます うん、他の人がね松田さんの曲を再生リストにまとめて再生リストっていうのは1個再生すると連続的にこう再生される可能性があるんであの再生数をね同時に上げるのに効果的なものなんですよ。あとは自分の作った動画をこのまとめておけるんでね後でチェックしやすいかなっていうところとあと再生リストっていうのは自分の動画じゃなくても他の人の動画でもまとめられるんで再生数の多い動画を自分の動画でこうやって挟んでいくと こう、連続してね、再生されるものですから、釣られて再生される人の面に触れる可能性が高いというね、そんな効果もあります。まあ、もしね、再生リスクがわからなければ、また、あ聞いてください。えー、でね、いろんな歌を歌っていただいてるんですけども、んどうですかね、この歌の中にね、 上手に聞こえる歌のコツっていうのがワンポイントレッスンが入ってるといいかと思いますんで、そろそろそれも入れていきましょう。例えば、ここで力を入れて大きな声で歌うといいんですよとかね。ここは逆に弱々しく歌いましょう。そうすると感情がよく出ますみたいなところが入ってると、あ、なるほど。ちょっとした工夫で歌って上手に聞こえるじゃないですか。喋り方もそうなんですけども、優しくね、ゆっくり歌うところと、あと、こう大事なところはね、繰り返し繰り返し言うところっていうのがあるんですよ。こう繰り返し繰り返しね、今みたいに。 こういうふうにしていると、だんだん受け取り方が変わってくるんですよね。後ろ蛇みたいなのがいますね。ベルトだ。<laughs> すいません。<laughs> なんか自分で気持ち悪くなってきた。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、あとね、まあ、どんなタイミングで、この川島英子さんの、この、歌を歌うと、ほろりとするのがいいのかとかね。そんなシチュエーションですか。実例みたいなのもあるといいかなと思いますよね。いろいろとこう、ーなんかこう、視聴者さんがね、 あそういうういいいい風にすすればいいんだって情景が浮かかぶようにやるとどうかなとどな思いますね。今回のレッスンは以上でございます。で、えっ、ー、と、音量もうちょっと上げれるといいんですけど、どうでしょうか、うん。チャンネル登録24人、うん、増えてますね。はい。グッドラックでございます。また明日動画待ってます。いってらっしゃい。